どうも、山猫です。本日もフォールガイズやっていこうと思います。ってことで、フルーツパニックですね。これも、めっちゃ変わったよね。なんか、ハンマーないしさ、ハンマーなくてなんか、ヘキサみたいな消える床がね、あそこにあるんですけど、まあ、あれをね、使って、どうにか逆転していきたいところ、ハンマーないからマジでミスったら逆転ができなくなる。本当に。いや、遅い。これまずくない？大丈夫？これ結構遅い。よいしょ。さ、これはもう、こっち行った方がいい。よしよしよし、オッケー。フルーツがない時にここ使って、よし、いい感じ。ナイス。さあ、ホバーボード。これがね、やばいんすよね。これさ、本当に難易度激激上がり。多分なんか、一番難しくなった気がする、このステージが。なんか、新しくホバーボードのステージ、SS2 の出たと思うんですけど、多分そっちよりね、こっちのあの方が難しいですね、全然。なんか結構死ぬもんな、猛者の人たちも。結構落ちていくんで。ってことで、これね、このパターンの時は、あーそっちね、そっちどうなんだろうね。実際なんか左側行ってもさ、最終的にあの、目の前にある台のとこで、なんか変わんないんですよね。結局追いつくんで、まあ最初は、別に船乗ってていいかなとは思うんですけどね。まあ左側はロマンですね、完全に。ロマンが、ロマンを追い求める人が左側行くんでしょうね。ってことで。よいしょ。さあ、この後は、あれやな、さっき左側走ってた人が左にいるから、ちょっと右で陣取って、あのちっちゃいさ、床、あそこに飛んで、これね、真ん中から行ったらね、多分ね、間に合うのかな。頑張れば間に合うかもしんないけど、右から多分行った方がいいと思います。で、ホバーボードが来るタイミングで、よいしょ。OK。さあ結構減ったね、やっぱ。うわ、何こいつ、こんなのいたっけ。びっくりした。ルンバおるやん。パンチングルンバおるやん。怖っ。よいしょ。さあ決勝戦来るかな。いやでも意外と生きてる。何人だ。あ、そう、こうなっちゃうんすよね。そう、乗り遅れちゃって。なんかあれだな、さっきのホバーボードの続きでやってるんですけど、ホバーボードをあんだけホバーボード今クリアできる人って結構なんかやり込んでそうなイメージあるけど、みんななんか死んでしまいましたね。さあ、あとこのこと。いやね、本当はね、バチバチに掴み合いしたいんですけど、前半に、エモートをたくさん一緒にしてしまったので、ここで掴んだらさすがに最低すぎるから、ちょっと、耐久一緒にしてます。頑張って耐久しよう。一緒にね。ここまで来たんだし。さあ、ということで、頑張っていきます。さあ、あと2分ぐらいかな、わかんないけど。どんぐらいだろう。よいしょ。よいしょ。怖い。よいしょ。うわー、大丈夫か。仲間じゃないけど。よいしょ。よいしょ。いやー、これね、強すぎだね、ここ。本当に。ただのさ、止まるな危険やってますもん。ただの止まるな危険。もうサイのステージじゃなくなってしまった。いや、簡単になっちゃったな。さあ、止まるな危険スペースやっていきたいと思います。今回はブラストボールとかあるかな？どっちでしょうね。あ、てかなんかあれか。なんだっけ。なんかパーフェクトマッチとかでさ、なんか目ん玉みたいなやつあるじゃないですか。あれが今なんかありましたね。あれ何なんだろう？本当に。パーフェクトマッチのなんか、変な丸い、明らかに惑星っぽくないやつは。わかりますかね？なんか。さあ、ということで、ブラストボールあるね。これで相手を仕留めたい。いや、怖っ。ブラボなぁ。ここでもブラボ完璧に使えたら強いよなぁ。いやぁ、むずいね。めっちゃ難しいですね。さあ、ってことで、勝っていきたいが、まだしばらくは何にもなさそうかな。これを使って、どうだ？いや、無理か。いや、ワンチャン。今撃退できたんか。わかんなかったな。さあ、そこにまたブラストボールがある。さあ、これを使って。いや、ちょっと早かったか、投げんの。
これやっぱあれか、床のあるところに投げた方がいいのかな。で、床を爆発させた方が。よいしょ。ほら。いやー、ちょっと早いな。落っこっちゃうね。さあ、ブラボがまたある。よいしょ。いけ。どうだ、これ。いやー、無理か。むずいわ、ブラボ。ブラボ使うのむずい、ここで。ちょっと練習するしかないですね。なんかいい感じに。やれるあれを知りたいです。無理か。あ、壁跳ね返らせてさ、待って、これやばい。いや、待って、うわー、飛べなかった。おー、すごいね。ロールオフすごいことになってんな。ちょ、頑張ります。え、これさ、どうなんだろう。てか、あれなんですよね。あと、自分以外なんか、宇宙猫なんですよね、全員。ちょ、本物の猫が誰か決めようやって感じでやっていくんですけど。何これ、めっちゃ簡単じゃない。いや、これ怖いな。掴まれそうだよ。誰かが後ろにいるとき、掴まれそう。めっちゃ。え、これどうしたらいいんだろう。え、これめっちゃ簡単じゃない。待って、お前、先行って。怖いわ。これ掴まれるよ。捕まえたら終わりだよね。よいしょ。あ、掴まれたら終わりだね。あー、ごめんなさい。ちょっと、掴んでみたくなっちゃったんですよ。さっきのはちょっと事故です。はい。まあ、確認ですね。ということで、あ、あとこの子だけか。これは5分耐久になりそうじゃない？こんなんね。どう考えても死なないよな、こんなん。どうやって死ぬんか。全部避けられますもんね。だから、掴み、さっきみたいな感じで掴まれる以外死ぬあれがない気がする。ジャンショより簡単な耐久モードが来てしまったのか、もしかして。いやー。マジで楽やな。脳死でできる。脳死プレイですね。よいしょ。ジャンプ。なんだこれ。こんな簡単でいいの？本当に？大丈夫かお前。よいしょ。やばい、こいつ、後ろ来んな。後ろ来ると、本当に一つの懸念点が掴みだからね。掴みさえなければ大丈夫だと思うんで。よいしょ。待った！やばい！待って！待って！待って！やばい！あ、ああ、勝った！